こちら三田市消防本部毎月第4木曜日のこの時間にお送りしていますこの1ヶ月の火災救急状況そして注意点タイムリーな話題などご紹介いただいております皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください 今日は三田市消防本部消防課から西本さんと入江さんにお越しいただきましたどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそれではまずは西本さんから、えー、救急件数などご紹介いただけますかお願い、はい、いたしますえっと平成29年の1月1日から7月26日までの火災件数なんですけれども、はい、36件36件、はい、これはいかがでしょうか去年と比べて はい、え前年より十七件増加しています。多いんですね。はい。はいで。その中で火災種別ごとに見ると、えー、建物火災が六件増加しています。はい、で車両火災が一件の減少。はい、えー。林野火災が一件減少しています。はい。えー、その他の火災が十五件増加しています。はい。このその他というのがはいどんなあれになるんでしょうね。えー、特にあのー。 車両火災、リ林火災と建物以外の火災で、あはい、まあアデきが燃焼したりした、はい、中も入ります。はい、以前からねご紹介いただいてますね、アデヤキサンダは特に多いと伺っております。そのあたりが増えているということですね。はい、ありがとうございます。じゃ次救急件数いかがでしょう。はい、救急件数なんですけども、二千二百四件。はいはい、これ前年より五十件増加しています。これはすごくこれも増えてますね。はい。はい 救助件数なんですけれども、ええ、50件。はい、これは前年より1件減少しています。あ、そうですか。はい。はい、じゃちょっと今の増減についてのご紹介、少し内訳といいますか、原因などご紹介いただけますか。はいえー、この時期の火災傾向については、ええ、焼却部による火災が多いので、はい、火の取り扱いに注意してください。はい、また風の強い日や空気が乾燥している日を避けるなど、気象情報にも注意です。 してください、はい、やっぱり風の強い日にはそして空気が乾燥しているときには十分に気をつけてくださいということですねまた救急車は予備車者も含めて台数が5台と限られていますので、はい、救急車の適正利用をよろしくお願いします。はいはい あの、この辺りはなかなかあの、自己判断も難しいんですが、お電話でいろいろ伺うこともできるんですよね。そうですね。はい。わ、はい、かりました。適正利用よろしくお願いしますということでした。さて、それでは、今月、ええー、三田市消防本部、消防課からのお知らせはどんな内容でしょうか。はい、ええー、三田市消防本部消防課からのお知らせです。えー、熱中症を予防しましょう。はい、今日もまた気温上がってます。はい、えー。また熱中症になる人が増えてきています。はい。 平成28年4月25日から10月2日までの熱中症搬送件数は53件となっています。はい、また昨年の7月26日までは22件となっています。ということは、えー、っとあまだこれでは数のあれはわからないですね。7月26日が22件と。ですですね、はい。はい、で平成29年5月1日から7月26日までは熱中症搬送件数は43件。 となっています。はい、やっぱり増えてますね。かなりね。はい、はい、で、7月の最高気温なんですけれども、えー、33.8。これは7月の22日となっています。はい、で、最低気温は20.0。これは7月の6日の分です、はい、となっています。熱中症になる人が増えると予想されますので、熱中症を知ってしっかりと予防しましょう。はい、それではこの増えてきた原因などをちょっとご紹介いただけますか。か、はい、えー、熱中症の増加の要因としては？ 気温や湿度の上昇が関係していることが分かっており、はい、特に梅雨明け前後の暑さには最も注意が必要です,です、ね、で熱中症は予防できます、はい、え熱中症とは室温や気温が高い中での作業や運動により体内の水分や塩分などのバランスが崩れて体温の調節機能が働くなり体温上昇、めまい、体がだるい ひどい時には意識の異常など、さまざまな症状を起こす病気になります、はい。今ご紹介いただいた。そのめまいとか、体がだるいっていうのは。あの、皆さん、ちょっと疲れてるのかなと思いがちですが、これも。やはり、熱中症の。あの、症状の一つなんですね。はい。はい。家の中で、じっとしていても、室温や湿度が高いために、熱中症になる場合がありますので、注意してください。えー、はい。で、また、めまい。 立ちくらみ、小村帰り、大量の汗の症状の時は涼しい場所を移動し、安静にして水分を補給します、はい、また頭痛、吐き気、体がだるい、体に力が入らない集中力、判断力の低下の症状の時は涼しい場所に移動して体を冷やす安静、十分な塩分の普及をしてください、はい、また意障害、呼びかけに対し反応がおかしい回応がおかしい、また痙攣、運動障害、うん、普段通りに歩けない時など、うんえー、ある時は涼しい場所へ移動して 安静、体が熱ければ保冷剤などで冷やし救急車を呼んでください、はい、でまた自分で水が飲めなかったり脱力感や倦怠感が強く動けない場合意識がおかしいとか全身の痙攣のがある表情の時にもためらわず救急車を呼んでください、はい、でまた子どもの熱中症の特徴なんですけれども、えー、地面の照り返しによって高い温度にさらされたり、うんえー、感染などが未熟であるために 体温調節機能が未熟になっており熱中症にかかりやすくなってりますああで、ねはい。で保護者の方他お子さんの様子を十分に観察しましょう、はい、で遊びの最中には水分補給や休憩外出時の服装に注意して帽子も忘れずに日頃から栄養のバランスのとれた食事や運動遊びを通して暑さに負けない 体作りを実践しましまょう、はい、今ご紹介いただいたように子どもさんは地面からの距離がかなり近いですのでね、はい、この照り返しっていうのがあるということは大人よりも暑さを感じますよっていうことと子どもさんって割とはっきりしてるのでいつも元気に走り回ってるお子さんがちょっとじーっとしたりあのお顔が赤かったりっていうことになるともうすぐに涼しいとこに行って水分補給ということですね。はいか、はい、かりましたそれからあの 体を冷やしましょうと先ほどおっしゃっていただきましたが効果的に例えばペットボトルなどで冷たいのを自動販売機でパッと買いましたどこを冷やせば効果的でしょうかえと脇の下とあと首のあたり。 でまた足の付け根のあたりですね、それで冷やしていただきますと、うん、血液が冷やされて、まあ、体温上昇を防ぐことになります、はい脇の下、それから首のところに大きな血管がある足の付け根も同じ理由で、あの割と体を早く冷やすことができるという、はい、このポイントをぜひ皆さんね、小さいお子さん持ってらっしゃるお母さん、お父さん方は、えー、ちょっと覚えておいていただきたいですね。はい、ありががとううございいましたそししたそて高齢者の方はいかがでしょうかでょ、はい 高齢者の方の特徴としては喉の渇きを感じにくい、暑さを感じにくい、はい、汗をかきにくい、体温を下げるための体の反応が良くなっており、自覚がないのに熱中症になる危険があります。はい、熱中症にならないために室温をこまめにチェックしてエアコンや扇風機等を活用、喉が乾かなくても水分補給、調子が悪いと感じたら家族や近くの人にそばにいてもらいましょう。はい でも今のお話だと調子が悪いと感じるということはもうかなり体の中の水分はないという状況かもしれないんですね。以前テレビでしてましたけど目で見えるようにしていると室温が何度で湿度がどのぐらいっていうのを見るとあこんなにお部屋の温度が上がっていたんだっていうのがあの客観的に見ることができて水分を取るようになったっていうお話も聞きますので、はい、そういう工夫も必要かもしれませんね。はい ありがとうございます。じゃあ応急手当なども教えてください。熱中症の応急手当について言います。はい、涼しいところ移動して衣服を緩めて安静に寝かせる。はい、でエアコンをつける。はい、扇風機、内輪などで風を当てて体を冷やす。はい、でまた首の周り、脇の下、はい、太ももの付け根などを冷やす。先ほどおっしゃってくださったとこですね。飲めるようであれば水分を少しずつ頻回に、 取ってください。はい。飲めるようであればということは、飲めない状態ということはもう広くなってる状態です、ね。じゃあ無理に飲ませるのは危ないですか。そうですね。意識がなくなったりしてた場合でしたら、えーえー、無理に飲ませたらご遠になる可能性もありますので。なるほどはい。はい、そしたらまずは早く首の周りとか脇の下とか太ももの付け根を冷やしてまずは体温を下げる。はい。あのうちは とっても効果的ですよねあの<う>案外忘れがちですけども、うですね,ね、はい、ぜひ皆さんあのうちわなど昔からある日本のあの涼しくなる一つもね活用していただきたいと思いますでは熱中症予防のポイントをご紹介ください、はいえー、熱中症予防のポイントなんですけれども、はいえー、部屋の温度をこまめにチェックしましょう、はい、で普段過ごす部屋には温度計を置くことをお勧すすめします でまた、室温が28度を超えないようにエアコンや扇風機を上手に使いましょう喉が渇いたと感じたら必ず水分補給をしましょう喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう外出の際は体を締めつけない涼しい服装で日よけ対策もしてくださいで無理をせずに適度に休憩をしましょうまた日頃から栄養のバランスの良い食事と体力作りをしましょう、はい とにかくあの自分の感覚だけに頼っているとなかなかあの難しいので客観的に見えるようにそしてエアコンや扇風機を上手に活用して室温は28度を超えないように今皆さんいかがでしょうか室温。 ね自分の体感だけではわかりませんのでできたら温度計を置いておかれるようになさってくださいそして今一口水分を入れていただきたいと思いますとにかく喉の渇きを感じなくてもこまめに水分補給が大事ですよとおっしゃっていただきましたそして体を締め付けない涼しい服装でお過ごしいただきたいと思いますまずは前半西本さんからお話をいただきましたありがとうございましたまそれでは変わりましてイリーさん ご紹介ください。今日は、はい、よろしくお願いいたします。はい、今日のお話は何でしょうか。はい、えー、こ、えー、今回の話は、はいえー、先月、こちらのハニーエフエムで案内しました。えーはい、第四十六回消防救助技術近畿地区指導会の結果の報告をさせていただきます。はいはい、はい、いかがだったでしょうね。もう一つ、はい、じゃ、この大会自体がどんなものかから教えていただきたいと思います。お願いします。はい、えー、この大会は兵庫県大阪府下のレスキュー隊員の一同が。 今回でしたら兵庫県の三木市にあります、はい、兵庫県広域防災センター消防学校ですね、ええ、こちらの方でえっ、ー、で訓練がありました、はい、でこれは日々の練馬、えー、した、えー、救助技術を披露して併、うん、せて救助技術の向上を図って消防救助活動を通じて市民の負託に応えることを目的として開催されていいまますす、はい、ありがとうございます、はい、三田市消防本部からはどの種目に出場されたんでしたかしら。 はいえー、三田市応募本部からは3組出場していましてまず1つ目なんですけども、はいえー、自己加工ロープと呼ばれるロープを自分の体に巻きつけて <laughs> 垂直に固定されたはしごを1 5ー,ー駆けのおるはしごと半これが1組出ています 2>,、はいはい、で2組目の方なんですけども、えー、訓練棟より垂れ下がったロープをと半車者の片方の足に絡めて、はい、補助者と 協力をして地上高15メーターの高さですね。えーはい、こちらを到達点まで器具を使わずにロープのみで、はいえー、登る応用トハがこれがこちら2組三打しから出ています、はい。ご紹介いただきました。はい、そうですそうでしたね。はい。で最後なんですけども、はいえー、私の方が出動しました。 匍匐窮出というのが一組出ています。えーはい、で、この種目というのはえっ、ー、と3名で行って、えー、一辺が90センチの正方形ですね。はい、で、長さ8。メートルのあるトンネルのような横穴にえーえー、空気呼吸器を着想背負って1名が検索をしてえ、<ー>その先におられる要求助者1名を補助者と協力して。えー トンネルの外に救出するといった種目になります。入江、はい、さんはこの時は、はい、私はこちらあの呼吸器を背負ってあ,<ー>あのトンネルの奥におられる一、はいえー、名の要求者を助けて出してきて、補助者と協力して救出するといった法になっています。<ー>はい。この難しさはこの呼吸、空気、はい、呼吸器を背負うってことは、そうですね。はい、実際にあの<ー>スタートしてから呼吸器を。 えー、迅速に着想して、はい、でそれも安全性確実性に欠けることなく背負ってから補助者の方と協力して、はい、そのまま横穴に突入、えーえー、侵入していくような形をとっています。 速さを競うものになるんですか。そうですね。実際あの速さも競うんですけども、まだ後にこちら話するんですけども。まあ安全性やも確実性って言ったもすごい大事になってきます。そうですね。それだけでは、タイムだけでは。ないですね。はい。でチームワークも。そうですね。もちろんチーム種目になりますと。はい。チームの、そういう力も大切になってきます。はい。では。結果はいかがだったでしょうか。ご紹介ください。大会結果なんですけども、先ほど、一組の橋子とはなんですけども。 秒で、えー、続きまして「応用途半」はい、こちら2組出たんですけども1組が10.04。はい でもう一組が10秒75となっています。はい、で、私の出ました保育救出なんですけれども、えー、こちらが39秒15といったタイムになります。はいはい、で、応用途半の方の2組については、えー、こちら先ほど言った安全性と確実性ですね、えー、こちらの方もえっも減点をなしで入賞というタイムになっております。かはい、はい はしごと班とホームキュースのょっと残念ながら入賞の方はちょっはできていません。ああそうなんです、ね、で今回、この結果を踏まえて、えー、あの8月23日にあの宮城県の仙台市で行われます全国消防救助技術大会の出場の方は、はい、え今回はありませんあ、はい、ああ残念ながら、はい、ああそうですかしかしあのこの先ほど言わせていただいたこの救助技術大会というのは結果のみを追求しているものでは決してありません。えー、うんそうですね、はい で迅速性といった速さ先ほど言われた速さはもちろんなんですけども、はい、安全性や確実性も必要不可欠となっていますはい、はい、でこれは日頃、私たちが出動している現場に通じるものであって今後のこの訓練で培ってきたことを現場で生かして三田、はい、市民の皆様に還元できるように今後とも努めてていいいいきたいと思っていますはい、ありがとうございます。はい この大会来年も開催されますか、はい。はい、そうですね。この大会の方も、はい、えっと大きな地震等のその天災の震災がなければ、ええ、基本的には開催されるようになっています。はい、で次回は、えー、今回第46回でしたので第47回の消防救助技術近畿地区指導会の、ええ 開催予定地域の方は大阪となっています。来年は大阪ですね。はい。で、また来年のこの時期に近づけば、こちらのハニーエフム等で案内とさせていただきますので。うんうん、興味のある方は、ぜひ大阪の方にお越しください。はい、ありがとうございます。はい、で、この大会に向けてというよりも、日頃から訓練をされていることが、私たちの。あの現場にも、あの還元されているしその訓練を続けることで、あの着々と、また。あの来年に向けての準備もできるということですね。はい ありがとうございます。じゃあ、はい、まあ、来年のあのお話も楽しみにしております、はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。変、はい、わってのお話はいかがでしょうか。はいえー、続きましてこれからのシーズン、えー、増えてきます台風について少しお話をしたいと思います。はい、よろしくお願いします。本当、はい、これから今もちょうど次々とね台風が発生してますが、はい、台風の接近や上陸によって暴風になればどのようなことに注意しなければいけないのか教えてください。はい。 まず大きく4点あるんですけれども1つ目ですねこちらの方が1つ目外には絶対に出ないようにしてください興味本位で出る方もありますしまた気になる方もありますけどももう近づいてきたら絶対に外に出ないはい2つ目になります2つ目は流れている水に近づかないこれも危ないですね流れている水に近づかないはい3つ目なんですけども山などの急な斜面には近づかないはい で最後の4点目になります。<A> 非常用品の事前準備等は早め早めで対応してください。はい、<っ>はい、分かりました、今4つご紹介いただいた、はい、それぞれもう少し詳し詳くく教えてください、はいはいえー。1つ目の外には絶対出ないことに関しては、はいえー、安全な場所での室内で台風を通り過ぎるのを待つようにしてください。はい で通過している時は家の周辺の見回り等は絶対にやめてください気になるけれども、はい、やめてください見に行ってしまった際に暴風による飛散物等で須は大変危険となっていますので、はいはい、おやめください、はい、これが、ね、あのついこの間もすごく雨風が強かった時に我が家でもあったんですが。はい 家の,その飛んで行ったときにご迷惑かけるからって言って気になりながら出ようとするんですけどもそうなると逆にちょっと危ないのです、ね、というそうなるまでに早めに、はい、直していただけるとそれまでにということで2つ目の流れている水には近づかないことに関しましては、はいはい、え河川や用水路の水があふれその周辺にも激しい水の流れができています。 台風が去った後も、えー、もちろん危険な状態は続きますので、うん、近づかないように注意してくださいはいわかりましたでは3つ目ですね、はい、3つ目の方は山などの急な斜面に近づかないということに関しましては土砂災害による危険性が高まっていますので、はい、速やかに避難するようにしてください、はいはい、で斜面から小石が落ちたりえ湧き水が濁ったりなど全長の現象が現れた場合は 安全を確保した上で避難をして消防や警察の各関係機関に連絡してもらえると助かりますはいありました四、はい、つ目ですね、はい、最後の四つ目なんですけども非常用品の事前準備と早め早めに対応するということに関しましては、はい、ライフラインが途絶えた時を想定して非常用品えこれ懐中電灯着替えタオルライターマッチ救急用品携帯ラジオ貴重品や非常用の食料 他にもさまざまあるんですけれども、えー、そのようなものを備えておきましょう、はいはい、またあの家族会議等をして連絡手段や落ち合う場所を事前に決めておくと、うん、え良いと思います。といった4点の注意事項となっていますではちょっとまとめていただけますか。はいはい そうですね最後にあの7月に入ってからニュース等で皆さん見られると思うんですけれども、えーはいね、九州の北部の豪雨や秋田のゲリラ豪雨といった局地的な集中豪雨が各最近起きています、えーはい、九州豪雨では7月26日現在で35名の方が亡くなっており、うん、まだいまだに6名の行方もまだ分かっておりません、えーはい、これは土砂崩れや下敷き河川に流されて亡くなっているケースが多くあります、うん 先ほどお伝えした注意点をよく思い出していただき、はいはい、万が一、三んなしで起きた場合は事前の準備を早い段階で整えておき危険を感じたら 素早く避難ができるように災害が身を守るようにしておいてください。はい、はい、今ご紹介いただいたように、本当にあの7月は次々とゲリラ豪雨的な集中豪雨がありますので、いつ起きてもおかしくない。どこに起きてもおかしくないという山がたくさんありますので、はい、やはり3度も気になるところですね。すねはい、あの早め早めの対応がということで、はい、先ほどあの4つ目に準備した方が良さそうなものを、はい、あのご注意いただきました教えていただきました。はい、それぞれ。の ご家庭によって違うかもしれませんがもう一度非常用品ということでご紹介いただけますか先ほどお伝えしました懐中電灯、着替えタオルライターやマッチそして救急用品ですね何も聞けない携帯ラジオ大事な貴重品非常用の食料等その辺を非常用の用品として備えておくと 良いいと思いますそして家族間でちゃんと連絡の方法と落ち合う場所これも大事ですねいろいろな起きる時間帯によって家族がそれぞれ、はい、違うところにいらっしゃるから、ね、あの連絡が取れるとだいぶ安心しますのでね、はい、ですからあの今お聞きになったこの瞬間に「あ今日ちょっと夜食事の時に聞いてみよう」とか「明日の朝みんなで相談してみよう」とか、えー、そういうことをぜひあの。 いつ何が起きるか分からないので,で何も起きないかもしれない、はい、でも準備しておくということは安心になるということで、はい、今日はこれからの台風シーズンに向けての注意点をこわ詳しくご紹介をいただきました入江さんにお話をいただきました今日は三田市消防本部から消防課西本さんと入江さんにお越しいただいて日頃からの防災知識などもご紹介いただきました。 この時間はこちら三田市消防本部お送りしました火災救急状況そして注意点またタイムリーな話題ご紹介をいただいております皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください次は8月24日の木曜日午後3時10分からお送りします次回もぜひお聞きください <music>